体関係なくやりたいとか作りたいっていうものにこう真摯向き合う。演劇に込める願いというかテーマみたいなものは、誰の中にもキリストとマリアはいる。ホワイト広志吉田のコンセプトは、年を増すごとに美しくなっていく、そんな女性への感謝と尊敬の意を込めたブランドになっております。ファッション関係ではイロハやスタジオボクンチなど、お店をやったりユニセックスブランドをやったり、そういうクリエーションも多々あるんですけど、このホワイト広志吉田というブランドは、母の存在がすごく干渉しているブランドで、かなり思い入れの強いブランドとなっております。そういうこともあって、スケール感をすごい大事にしているブランドなんですけど、今回のファッションショーの動線にもなる演劇の内容だったりとかも、僕の昔のお話だったりから着想して作っております。今回の演劇はブランドの起源を表す内容になってるんですが、ベースはひろしくんが実際にした体験から作ってます。で、演劇に込める願いというかテーマみたいなものは、誰の中にもキリストとマリアはいるです。一見、こういう物語あるよねってなると思うんですけど、自分たちが今生活してる中で身の回りに起こっていることも、人ごとで見ちゃえば普通にスルーできちゃうんですよね。でも多分そういうすごい身近なところにヒントが潜んでるし、物語は構成されてるんですよね。なのでこうあえて風景のように見せたいなっていう意識です。オーソドックスな物語でこうストンと落ちるけど、一場面をこう切り取った形にしてて、物語の中では解決はしないっていう方向性をとってます。そこから鑑賞する人が自分の過去の体験と照らし合わせたりしてくれたら嬉しいです。アパレル関係だったり、他の業種もそうですけど、世の中元気がないみたいな話って結構、大にして飛び交っている世の中ですけど、やっぱりこう作り続ける創作意欲みたいなものは、常にあって、こういう渋谷で路上っていう形でファッションショーをやろうという大きく旗を上げまして、こういう時代関係なく、かき乱していい、やりたいとか作りたいっていうものにこう真摯向き合うファッションショーになったらいいなとすごく思っております。レオナルドの受胎告知の中には、こうマリアの子宮を示唆するようなシーンがある、カットがあるんですけど、歌川クランクストリートの路地の構成もかなりそれを感じ取れるような地形になっておりまして、それを意識下に置いて、ショーの構図だったりとか演劇の構図だったりを組んでおりまして、そういった細かい部分から、こうレオナルドに対するリスペクトだったり、あとはショー全体に組み込んでいけたらなと思っております。